友人山田、過去仮名の両親が法事で2、3日家を空けることになった。俺と田中、過去仮名は暇な夏休みを送っていたので泊まりがけで遊びに行くことにした。夕方から集まり、何か料理とか作ってちょっとした合宿気分。夜になりだべっていたら怖い話で盛り上がりそうになった。ちょうどその時、山田の中学時代の友人鈴木、過去仮名も遊びに来た。おとなしくて真面目そう、一見いいとこの坊ちゃん風で幼い感じがした。かなり小柄で高校生には見えなかった。俺と田中は鈴木と初対面だったが、鈴木はすんなり話の輪に加わった。山田が都市伝説みたいな話をした後、俺がとっておきのネタを始めたのだが、田中のノリが悪い。くだらないツッコミや煽りを入れて茶化してくる。お前本当は怖いんだろ、だからしらけさせようとしてんだな。違うよ、お前の話が全然怖くねえんだよ。当時俺らはいろんなことで互いにライバル意識みたいなのがあった。それが口論に発展することもしばし。見かねた山田が諭すように提案してきた。お前らがどっちがビビリか肝試しで対決してみたら。田中は乗り気だったが、俺は少し腰が引けた。丸々橋の方に防災倉庫がある。そこは出るっていう噂だ。中学の時の先輩が彼女と一緒に見たとか言ってた。そこでやろう。鈴木はもう遅いので帰るとのこと。3人で防災倉庫に向かったのは11時くらいだったか。橋の手前にちょっとした空き地があり、そこに古いプレハブ小屋があった。入り口は立て付けの引き戸で、掛け金に南京錠がしてあった。実はこれ壊れてんのと、山田はその古い南京錠を外しながら淡々と言葉を続けた。先輩、彼女を連れ込んでやってたらしい。で二人して見たんだと。何でもホームレスがここで行き倒れになったことがあって、多分それじゃないか。中は教室くらいの広さで、土のうやカラーコーン、ポールなどが整然と置いてあった。数年来の川の、護岸工事で、これらの用具も使用されず、部屋全体が埃っぽい。天井には裸電球が一つ吊るされていたが、スイッチは手元になかった。一人でいるのはさすがにやばいから、お前ら二人で1時間、その後一人30分の延長戦。それをギブアップした方が負けってことで。田中は OK と即答した。ニヤニヤ笑いながら俺を見ている。もう戦いは始まってるってか。俺は田中の挑発に乗ってしまった。表から鍵かけとく。1時間したら開けに来る。懐中電灯置いてけよ。山田にそう言うと、スモーカー田中が100円ライターに着火して、これがあれば大丈夫だろと先手を打ってきた。土のうに登れば裸電球を点灯させることもできるし、はめ殺しの窓もある。その下は橋の常夜灯からの明かりも差し込んでいた。俺はすかさずその場所を確保し座り込んだ。そして我慢比べと覚悟してだんまりを決め込んだ。田中はタバコに火をつけ、やめに慣れた頃口を開いた。嫁、山田の先輩って知ってるか。さあね。ここに彼女連れ込んでやったとか言ってたよな。何してたのかね。アホか。田中も静寂や暗がりが怖いのだろう。だがここで普通にだべっていては勝負にならない。俺は意地を張って田中を無視した。多分この上にシートか何か敷いてやったのかなと、田中はすっと立ち上がり、あたりをライターで照らした。部屋の中には大と小の土のうのブロックがあり、その間が通路になっている。小さなブロックの方が窓側で、俺らはその上に腰掛けていた。
なぜか傍らに蛇のようにトグロを巻いたロープがあった。こっちの奥には何があるんだろう。田中は土嚢の間を注意深く歩き始めた。信じられない行動だった。俺は取り残される恐怖に怯え、思わず後を追おうとした。頭の中には死んだホームレスのことしかなかった。何かあったらすぐ田中の方へ逃げられるよう、俺は腰を浮かして恐怖に耐えた。おい、線香があったぞ。暗がりにぼんやり見えていた山田が突然姿を消したかと思うと、間延びした声を上げた。蚊取り線香だけどな、最近誰かが入り込んだのかな。田中は恐怖よりも性欲が勝っているらしい。信じられない想像力だった。おいおい、近藤さんの袋があるぞ。俺は自らの負けを確信した。あいつ丸々中だよな。うちの高校はあそこ出身の可愛い子っていたっけか。田中の質問に答える余裕はなかった。そうだよな、可愛い子は丸々女子に行っちゃうんだよな。俺は田中の姿を確認するので精一杯だった。でも D 組の〇〇、あいつ確か〇〇中だろ。結構よくね。ライターを点火するたびあいつの姿が浮かび上がる。体操着の胸のあたりとかな。話しぶりにちょっと違和感を覚えた。おい、お前誰と喋ってんの。うわーと一瞬沈黙があり、田中がわめいた。土嚢の影から飛び出すとこちらを無視していきなり扉に体当たり。立て付けが悪かったのか、その引き戸は簡単に外れた。街灯が部屋の中を照らし、俺はその奥にちらっと視線を送った。あれ、あいつ鈴木じゃないか。躊躇する間もなく俺は駆け出す田中の後を追った。あ、ちょっと待てよ、あれ鈴木だよ。コンビニの前で田中に追いすがり、やっと息をついた。騙されたんだよ。山田と鈴木がグルになって俺らを脅かしたんだって。鈴木って誰。キョトンとした顔つきの田中。はあ。二人の会話は全く噛み合わなかった。じゃああそこで誰と話してたんだよ。暗くて分かんなかったけど、てっきりお前だと思ってた。顔は見えなかったけど、俺の後ろに確かに誰かがいた。だからそれが鈴木なんだって。そう言いながら、こんないたずらや悪ふざけするような奴には見えなかったなと思った。正面に座り、一番熱心に俺の話に耳を傾けていた。ほとんど喋らなかったが、時折軽く相槌を打ったりして、好感すら持てた。鈴木なんて奴は訪ねてこなかったと田中は言い張る。まあ、とにかく山田に聞くしかないなということで、俺らは足早に山田宅へ向かった。チャイムを鳴らすと山田が不安げな表情で出てきた。お前らどこに行ってたんだよ。俺と田中は唖然として顔を見合わせた。だから飯食った後ソファーに座って3人で野球中継見てたよな。ここまでは皆同じだった。俺は昨日遅かったから野球見ながら寝ちゃったんだよと山田は言う。お前が眠そうにしてたから俺が怪談話を始めたんだと俺、田中も同意する。話してる最中に鈴木っていう中学の同級生が部屋に入ってきたろ。俺だけが確認してる。俺、鈴木って友達いないし、そいつが勝手に家に上がり込んだのか。言葉に詰まると田中が後を引き継いだ。あの川べりの小屋に案内したのは覚えてるだろう。お前が言い出したんだ。自転車で行こうという俺を無視して山田は一人先に歩き出した。防災倉庫に着くまでずっと無言だった。
到着するなりあらかじめ決められていたように肝試しの設定を淡々と喋り出した。まさか無誘病者のできることじゃない。山田は頭を抱え込んだ。だからもう完全に寝てたんだ。怯えているのかもしれなかった。じゃああの小屋のことも知らないのか。絶句した田中に代わって俺が尋ねる。知ってる。あそこは中学の時の通学路だった。山田は真っ青な顔になって震えているように見えた。ずっと前いじめにあってたやつがあそこで首吊り自殺したらしい。全員黙り込んでしまった。俺と田中は一体何を見たのか分からず混乱していたと思う。寝てて夢を見た。沈黙を破るように山田がふっと口を開いた。お前らがどっかの部屋にいて首吊って死んでた。三人同時に顔を上げた瞬間部屋の照明がパッと落ちた。その刹那ソファーテーブルの上をスーッと白い人影が通り過ぎた。